ブライアン・ブレスド OBE はイングランドの俳優、声優、コメディアンや司会者としても活動している。妻はイングランドの女優ヒルデガードニール。ブライアン・ブレスドとも表記される。よく響く威厳のある声と大柄な体格が特徴で、テレビドラマを中心に数多くの作品に出演している。また、1980年の映画、フラッシュ・ゴードンで演じた。 ホークマンのオーバルタンク役で知られ、特に、ゴーオードンエスアライブのセリフが有名である。1936年に、イングランドサウスヨークシャー州メクスバラで、鉱山労働者の父ウィリアム・ブレスドと、母ヒルダウォールの息子として生まれ、ボルトン・アポン・ディアーンの近代中等学校に入学する。しかし、父親が、労働災害で怪我をしたために15歳で、退学せざるを得なくなり、 その後は葬儀屋や左官の助手など様々な仕事に就く。イギリス空軍の落下産兵として兵役を務め上げるとブリストルオールドビッグ演劇学校で演技を学ぶ。同期にはパトリックス・チュワートがいる。着年期については1992年に出版された自伝ザ・ダイナマイト・キットで紹介されている。1962年に映画の早くで俳優としてデビューし、 以降は主にテレビドラマを中心に活動する。また、シェイクスピア俳優として舞台に立つほか、ケネス・ブラナー監督によるシェイクスピア映画、ヘンリー五から騒ぎ、ハムレット、お気に召すままに出演している。1999年には、ディア王を自らの監督、主演で映画化している。声優として、スター・ウォーズエピソード1、 ファントムメナスでボスナスの声を担当したほか、アニメーション映画、ターザンでも声の出演をしている。また、イギリスのテレビ局チャレンジで放送された、日本のテレビ番組、筋肉番付で、司会者の英語吹き替えを担当している。芸能活動とは別に登山家、冒険家としても活動していた。イギリスのトーク番組、ピアーズ・モーガンズ・ライフ・ストーリーズに出演した際に、 本人が語ったところでは、最初の結婚で娘を一人儲けたが、離婚後に、元妻の希望で娘とは、全く会っていないとのことである。一方、1978年に再婚した女優、ヒルデガード・ニールとの間には、娘ロザリンドがいる。女優となったロザリンドとは、ドラマ、ドクターズのザ・デビルズ・ドーターで共演している。2016年に OBE を受賞している。 ありがとうございます。